郡山市にあるスーパースポーツゼビオ郡山西の内店の店員で登山ガイドの資格も持つ中村よしきさんに聞きました。遭難を防ぐためのグッズ教えてください。はい、そうですね、まず一番大事になってくるのは、コンパスですね。地図を読むことを勉強するっていうのはすごく大事なことになりますので、また万が一遭難をしてしまった時に備えて体温の低下を防ぐエマージェンシーシートや自分の居場所を知らせるホイッスル、ヘッドライトなどの準備も必要です。ただ中村さんは遭難をしないためには基本の装備選びがとても重要だと話します。一番大事なのが、シューズになります。足首を保護してくれるミドルカットやハイカットを選ぶことがとても重要になります。足首をしっかり保護すれば怪我の予防になります。こちらのお店では足の長さや幅など足の形を測定してくれる機械を導入しているので、自分にぴったりな一足を買うことができます。そして山の天候は変わりやすいため、雨や風の対策としてのレインウェアは必須アイテムです。さらに自分の登りたい山に合わせてザックを選ぶことも怪我のリスクを下げることにつながります。骨格の違いから女性専用のザックも販売されています。胸を避けるようにショルダーベルトが作られているということで、かなり背負いやすくてフィット感があります。自分の安全は自分で守るんだっていう意識は確実に持っていただいて、最悪を想定して最高に楽しむっていうスタイルが、登山のスタイルとしてはとてもいいのかなと思ってます。